ギオーム・バン・ストリドンクは、ベルギーの画家である、写実主義や印象派のスタイルの作品を描いた。ノルウェーの製材産業が盛んな町であるナムソスで、働く、ベルギー人の息子に生まれ、子供のうちに、ベルギーに帰国した。12歳で、肖像画家のエドワール・ワグネッセンズから、絵のレッスンを受け、1876年から1884年の間は、 ブリュッセル王立美術アカデミーで人物画やオリエンタリズムの画家、ジャン・フランソワ・ポルテールに学んだ。美術アカデミーでは、ベルギーの近代絵画の代表的画家となる、ジェームズ・アン・ソウルや彫刻家のギオーム・シャルリエと共に学んだ。その後、パリに移り、パリ国立高等美術学校で、ジャン・レオン・ジェロームに学んだ。1883年に、アン・ソウル、シャルリエラと、 前衛的な美術家集団20人展の創立メンバーとなった。1884年に35歳以下の芸術家に奨学資金の与えられるゴデシャルル賞を受賞した。1886年にはアメリカのフロリーダへ旅し、ベルギーのメヘレンやブランケンベルヘの風景を描いた。1891年から1896年はインドに滞在した。 1890年から1931年の間、ブリュッセル王立美術アカデミーで教えた。ありがとうございます。